こんにちは。よろしくお願いします。お名前は？平愛理と申します。平愛理さんね。はい。生年月日は？1984年12月12日です。昭和が、で言ってくれ。昭和59年。昭和59年の12月12日です。12月12日。男女？あ、女ですね。住所は？言いたくない。あ、東京です。あ、東京ね。はい、大雑把でいいですよ。電話番号は？電話番号は03ね。3617。では言わなくていいですよ。LINE やってますか？LINE やってますか？やってます。後で聞きますんでね。で、どんな症状ですか？ちょっと熱っぽくて体がだるいんです。体だるい、はい、ちょっと脈拝見。びっくりした。私は医者ですからね。ちょっと脈拝見ね。脈はそんな異常ないですね。ちょっと口開けてください。喉を、はい、拝見します。はい。ちょっと喉赤いですね。風邪かもしれませんね、はい、ちょっと聴診器当てるんで上着脱いでください。え？え？いや、聴診器で見るんで洋服脱いでください。今ですか？え？今。これやっちゃうと聞こえなくなっちゃうんで。今ですか？先生の前でですか？私医者ですよ。ここ病院ですから恥ずかしいことありませんからね。はい、じゃあ抜いてください。でも一応、洋服の上から見れないんでね。恥ずかしい。たまにそういう方いるからね。じゃあ、分かった。先生がもな、先生も脱げば恥ずかしくないな。そういうもんだ。自分一人で働かないのは恥ずかしいな。うん、若い子もな。よし、さあ脱いだ。よし。はい。いや、それも脱がないとね、直に肌こう当てないとダメなんで、これは。聴診器というのは。だけど。なんで？まだ恥ずかしい。本当に。先生も脱ごう。な、先生も脱いじゃねえんだ。ほら、恥ずかしくない、私は。全然恥ずかしくない、私は。なんで？さっき言ったでしょ。直に肌当てないと見れないんで、これ。はい。それも、いや、先生ね、この脱いじゃ。恥ずかしいけど。はい、脱いで。大丈夫。ここは病院なんだから。はい。なんで？それじゃ見れないんだな。それ、あと1枚だね。先生、これも脱いじゃうか。これ脱いじゃうか。もう何も恥ずかしいことでいいから。厚着だね。あとそれも脱いで、最後1枚脱いで。
死ぬほど言うな。もういいです。別の病院行きます。アンディを見てけよ。もうおい脱げほら。